最後自分のミスでちょっと負けてしまったので、来週こそはチーム一丸となってドンガストローでいろいろ率先してやってくれるんで、そこはすごい頑張ってるなと思います。アクオスデトネーションバイオレット、アストラ選手、イー選手、モカ選手、レイン選手、サンカレア選手、その中から今回はこちらの4名に実況の新一郎が切り込む。はい、サンカレアです。チーム内ではオーダーをやっています。好きな武器はベリルです。新一郎さんからダブルゼータと言われてダブルゼータに変えようとしたアストラです。ポジションはサポートと、ムードメーカーやってます。アストラ選手の名前の語尾が ZZ ってなっててアストラスみたいなのを最初に言って名前を間違ってしまって、そこからもう僕開きになってダブルゼータって呼ぶようになったっていう。アクオスデトネーションバイオレットの E です。主にポジションはファイトオーダーをやっています。暇な時はサッカー観戦するのが大好きです。メインです。役割はアタッカーをしています。もうすぐ子供が生まれるんで楽しみです。よろしくお願いします。お名前とかって決められてたりとか？まだです。よく LINE で嫁に名前何にするってよく聞かれます。全く思い浮かばない？全く思い浮かばない。じゃあ新一郎にしていただいてもいいですか？ロー取っていいですか？ローだけ持ってくる。全然構わないです。僕としては構わないです。ダブルゼータ選手、先ほどちらっと、ゲーミングハウスに、最近皆さんで住まれるようになったっていう話を聞いたんですけど、どうですか皆さんで一緒に生活してみて。いやー、なんかみんな全然家事できなくて、もう本当、いやこれ大丈夫かなって僕は思いました。役割分担とかしてるんですか家事？あ、もうこれからなんか今徐々にしていく感じなんですけど。でやるとしたら何がいいですか役割？僕は掃除したいですね。あ、掃除担当。掃除が好きなんで掃除したいです。おー、サンカレア選手、はい、PMJL 戦ってみていかがですか？なかなかドンカツまだ1回は取れなくて、ただ、初日に比べるとどんどん良くなってきてるというか強くなってきているので、このまましっかりドンカツ取って順位伸ばしていきたいと思います。ズバリいい選手としてはこのデイ8までで成長っていうもの実感ってありますか？いや、もう最初のデイ1のデイ1デイ2の頃から比べるとだいぶ成長してるな。チームとして最初はその掛け声とかも少なくて口数が足りなかったんですけど、みんなそれが課題だねってのをみんなで話し合って反省会の時に出たんで成長できてると思います。うん、コミュニケーションってやっぱ大事ですね。はい、はい、ありがとうございます。今デイ8まで終わりまして、レイン選手の中でこのアクアスデトネーションバイオレット一番こいつ頑張ってるなっていう、自分を含めていただいても結構なので。まあやっぱりその今まででこうチームをまとめ役っていう役割じゃなかったですけど、まあ、率先してこうまとめてくれたのがあのレアさんなんで、研究とかも嬉しそう本当に研究とかも一生懸命やってくれて、自分たちに分かりやすくこう説明してこう話し合いの場とかを設けたりとかもなんかこういろいろ率先してやってくれるって、そこはすごい頑張ってるなと思ってます。では最後にデイ9への向けての意気込み。そうですね、今日のちょっとデイ8では最後自分のミスでちょっと負けてしまったので、来週こそはチーム一丸となってドンガストローで応援よろしくお願いします。日々チーム力が増しているというアクオスデトネーションバイオレット、ドンカツに一歩届かなかった悔しさを胸に今後の成長に期待だ。本当紙一重の